はい、来ました。もういきなり来ましたよ、これ。何？コウスケにファンはいるのか、視聴者に1で答えてもらう。そう、ので、俺ね、あ、のか、のか、はい、これ僕の視聴者から、うん、垂れ込みがあったんだけど、コウスケのファンはいねえんじゃねえかって言われて、俺は否定したんだよ。いや、そんなことねえよと。最寄りって言ったらやっぱもう、はいはい、とてつもない人気じゃん、うん、ぶっちゃけ。まあ、ありがたいことにね、ものすごい。で、ぶっちゃけゲーム実況のグループだったら、うん、一番人気なわけよ、はいはいはい、そのもうメンバーなわけじゃん、あの4人しかいない、うん、まあ、そうですよ、僕は4人しかいない。まあ言ってもまあキヨっていう大黒柱いるけど、まあいますよ、そんで、ね、そういるわけじゃん、うん、いますから僕は。だからそんなもないよって言ってるんだけど、かたくなに認めないの。いや、コウスケにファンはいないっていうすげえ言ってきたから、うん、じゃあいないんだろうなって思っちゃって。いや、ちょっと聞いてみましょうかな、アンケートが取れますか。そう、言って今日はさ、うん、その俺がゲストで来てるから俺の視聴者いっぱい見てるだろうけど、はいはいはい、ちゃんと、いや私、来た、うん、人類で一番コウスケが好きですって言ったら、ね、本当のやつね。そう、本当のやつ、本当のやつ。そう、別にこれがでもゼロだったとしても伸びしろなわけじゃん。そうですね、だってビジネスチャンスですから。こっから伸ばしていくみたいな。そう正直下がないんだから。そう、ちょっと一回聞いてみたいなっていう。いや、だから聞いてみましょう。ちょっとじゃあ、うん、簡単にいいんで、じゃあアンケートそれ答えてくれるんだ。ちゃんといいね、ノリがいいね、コウスケ。いや、もうね、やっぱね、この聞いていかないと。この間に行こうね。はい、食べようぜ。じゃあ結果お願いします。はい、ほら、ほら、5%いるじゃん。ほらじゃねえよ。お前 5% で悲しいじゃん。ほらでお前ちょっと嬉しそうじゃないよ。5% いるじゃん。で今さ、これリアルタイムで何人見てるか分かんないけど、 5% はでもお前のことが人類で一番好きなんだよ。そうですよ、ほら、夜な夜なコウスケのこと思ってんだよ。だからもう、だからビジネスチャンスがあと 95% そう。ああ、なるほどね。強いよ、強いっつって言って。あ、もう一回アンケート取ってもいいんじゃない。あ、そうか、コウスケのファンになりました。確かに、それね、これで2桁こと超えてたらさ、そう、超えたらもう身寄りがあった。身寄りある生放送ってね、俺も嬉しいよ、それをね。じゃあちょっと本当にアンケートじゃあ取りましょうか、改めてね。どうする、減ってたら。それで、いや、減ってたらもう本当いよいよ10年後までやるって言ったけど、5年後ぐらいに減るかもしれない。そうだよね、寿命が。さすがに逃げていくよね、みんなね、ほら、行ってみて、うん、まあ、2桁ぐらいは、うん、じゃあ、すみません、お願いします。なんなら 50% ぐらいね、行、うん、ってるかもしれない。今日の僕の配信を見て、うん、ファンになりましたっていう人も含め、コウスケのファンですかっていう、うん、っていうので、1回目は 5% でしたね。5.5 みたいな感じで、94.4 でした、家は。でも僕のファンが逃げたになってることを祈りたいと思います。じゃあもう皆さん打ちましたかね。じゃあお願いします。はい、おお嘘でしょ、ちょっと待って待って、ほら、4倍になってる。違うじゃないの、みんないい人多いね。でこれだからリアルなんだよ。いや、いい人多いじゃん。今日で4倍になったんだよ。いや、すごい、ビジネスチャンス、ビジネスチャンス、ね、ね、いや、ちょっと嘘つきばっかだね。すごいじゃん、ちょっと、うん、俺も 2% とかなってるかな。俺も 2% かなと思ったけど、そっちかなと思ったけど、意外とだからやっぱこれ見ていいなって思って、だから純粋な、ね、あの加藤さんファンが俺のこともいいなと思ってくれた人もいたと思うんですよね、うん、